はい、皆様こんにちは。衆議院の高市早苗でございます。本日記者会見の機会を賜りました皆様、誠にありがとうございます。私高市早苗は日本を守る責任と未来を開く覚悟を持って、ここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします。まず日本経済強靭化計画で経済を立て直し、成長軌道に乗せてまいります。日本経済強靭化計画、いわゆるサナエノミクスの3本の矢は、金融緩和、そして、緊急時の機動的な財政出動、そして大胆な危機管理投資、成長投資でございます。これらの取り組みを総動員して物価安定目標 2% の達成を目指してまいります。この物価安定目標 2% を達成するまでには、次元的にプライマリーバランス、いわゆる基礎的財政収支規律を凍結をして、戦略的な財政出動を優先させていただきます。プライマリーバランスが赤字であっても、名目金利を上回る名目成長率を達成していけば、財政は改善します。また行き過ぎたインフレの兆候がもしも見られた場合には、年間の投資額を柔軟に調整いたします。そしてリスクを最小化するための危機管理投資でございますが、これは同様の課題を抱えている諸外国に対して、製品やサービスを輸出していく、このことによって成長投資にもなります。雇用と所得を増やし、消費マインドを改善し、結果的には税収増を目指していく、こういった取り組みでございます。また感染症、重病、難病の克服に向けて、今まだまだ日本が弱いと言われている創薬力、薬を作る、力の強化に向けた重点投資を行ってまいります。また食料安全保障、本当に大切な問題でございます。日本で気候が変動していく中で、いかに農業を強くし、そして、食料自給率を上げていく、さらには輸出にも取り組んでいく、こういった取り組みを、これを危機管理投資としてぜひ実行させてください。そして成長投資と人材力の強化で豊かな未来を切り開いてまいります。この成長投資というのは、日本に強みのある技術分野をさらに強化し、また新分野も含めて研究成果の有効活用と国際競争力の強化に向けた戦略的な支援を行っていくことでございます。現在日本に強みのある分野はたくさんございます。例えばロボット、マテリアル、半導体、量子工学、また電磁波、電子顕微鏡、またアニメやゲームもそうでございます。これらの分野につきまして、技術成果を有効活用すること、また人材育成を行うこと、また国際展開に向けた応援を行うなど、戦略的な支援を進めてまいります。それから次に新型コロナウイルス、感染症対策の強化について申し上げます。私は、重症者数、そして死亡者数の極小化、そして自宅療養者数の減少というものを目指して重点的に取り組ませていただきたいと思います。早めに治療薬を投与できる、環境整備、これは治療薬処方が可能な、場所の範囲を拡大すること、また国が、管理する宿泊研修施設であったり、地方公共団体の管理施設の活用であったり、また、搬送、移送が非常に今、困っているという状況ですので、厚生労働省のシステム、GMIS と、救急用タブレットの連携などによって、この移送、搬送管理体制の円滑化を図りたいと思っております。あと、現在は海外生産に依存している治療薬、主に軽症用から中等症用でございますが、国産生産体制、国内での生産体制、この構築に向けて精一杯の努力をしてまいりたいと思っております。また緊急時に新薬を迅速に実用化できる、
この薬事承認制度の確立を急いでまいります、まあ、十分に皆様の健康に大きな影響が出ないということの確認は必要でありますが、まあ、緊急時の、薬事承認制度というものは自民党からも、内閣に対して提言をいたしておりますので、まあ、一刻も早く適切な段階で、治療が受けられる、この環境を整えることにまずは力を注がせていただきます。そして私は地方には大きな伸びしろがあると思っております。やはりこのコロナ禍の中で、まあ、昨年だけで働く方々、まあ、全ての方の3分の1以上がテレワークを、経験されました。でまた、遠隔、まあ、リモートの事業と、まあ、実際の対面事業、まあ、このミックスを前提に地方のキャンパスを探しておられる大学もございます。まあ、こうしますと、やはり地方でテレワーク拠点をしっかり整備する、そして空き家や、まあ、公営住宅の活用も進めて、地方移転を希望される個人やまた企業や学校がのこの受け入れ環境を整えていくということとともに、まあ、住民の皆様、その地域にお住まいの住民の皆様がライフステージごとの生活スタイルに応じて地域で柔軟な働き方ができる場所を増やしてまいりたいと思います。今 DX、まあ、デジタルトランスフォーメーションによる、地域課題の解決に向けたさまざまな取り組みが、まあ、これは国が関与しているものもあれば、それぞれの地方で企業で、まあ、いろんな取り組みが行われております。まあ、これを、まあ、成長投資として後押ししたいと思っております。まあ、特に農林水産業の生産性と付加価値の向上、鳥獣害対策、また防災で保育所利用調整業務の迅速化、介護サービスの充実、また坂道が多い地域でのご高齢の方の移動手段の確保に取り組んでおられる地域もございます。また過疎地域に対して日用品や医薬品の配送、まあ、これを実証として行っている地域もございますので、この成功事例を強力に全国展開してまいりたいと存じます。それから地産地消型のエネルギー、これをしっかり需給体制を構築するという地域分散型エネルギーインフラプロジェクトというのを、皆様ご承知かと思います。まあ、これも総務大臣在任中にご省庁連携で立ち上げました。もうちゃんとこの地域の、資源を使って、まあ、地域の中で発電するんだと、こういう基礎的なプランが整ったところに全部の省庁がこう力を合わせてですね、集中的に投資をしていけば、確実に一箇所ずつ一箇所ずつ、こういった地産地消のエネルギー体制が整う地域が増えてまいります。まあ、特に輸入化石燃料に私たちは4兆円も払ってます。これが海外に出ていくお金になるよりは、地域の資源を活用した形の、まあ、発電体制というのが整っていくと、地域の中をお金が回ります。そしてまた為替変動にも強い地域経済というものを作っていくことができるかと思っております。次に経済安全保障と国防力の強化について申し上げます。まずは海外からサイバー攻撃、激増いたしております。昨年1年間、昨年の1月1日から12月31日まで、海外の送信元から日本に向けて行われた、サイバー攻撃でございますが、それを365日でパケット数を割りますとですね、1日平均なんと13億6600万回になっております。これはどんだけの増え方かと言いますと、前回の衆議院選挙の時、ですからおおむね4年前の衆議院選挙の年でございますが、まあ、この年には、12月の末までで見て平均しますと3億9000万回ぐらいだったんです。これが現在約13億6600万回1日ですね。こういう危機的な状況になっています。やはり国民の皆様の命、そして金融資産、個人情報、まあ、こういったものを守り抜いていくために、特に航空、鉄道、自動車、医療、電力、ガス、水道、金融、クレジット、こういった分野においてのサイバー防御体制の樹立、そして高度化を急いでいかなければなりません。これは日本の安全を守るため、また世界の平和を守るためにも差し迫った課題でございますので、経済安全保障体制の強化に努めてまいります。まあ、最後になりますが、自民党運営への考え方を申し上げさせていただきます。まあ、現在の自民党では、
幅広い世代の議員が自分や同世代の方々の経験を生かして政策を構築しておられます。で、自由民主党が全世代の安心感を創出するこの国民政党であり続けるためには、やはり非常に幅の広い政策が必要でございます。子どもさんのための政策、そして子育て、もうそのもの今真っ最中なんだという方々のための政策、障害をお持ちの方のための政策、そしてコツコツ働いているんだけれども、まあ、どうしても、お給料が足りないの、まあ、こういう方々のための政策、そしてやっぱり年を重ねてくるといろいろ体の不調であったり、また老老介護であったり、さまざまな課題が発生してまいります。まあ、こういう意味では政治家も、生活者としてそれぞれに世代ごとの悩みを持っておりますし、同世代の意見を幅広く、集めてきている国民政党、自由民主党、幅広い、政策を打ち出せる、まあ、政党にさらに、してまいりたいと思います。そして自由民主党は専門人材の宝庫です。もう本当にこの対外的には目立たなくても、コツ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 専門性を磨いて、そしてもうびっくりするような見事な政策を構築しておられる、国会議員の方がたくさんおられます。まあ、こういった方々に表舞台で活躍していただけるような人事ができるといいなと思っております。まあ、党所属の国会議員、地方議員、また地方公共団体の長、すべてが主権者の代表であります。政策者の代表であります。本当に多くの方々のお声を集めて、まあ、生活者の視点に立った政策も力強く進めていける、まあ、そんな政党にしたいと思っております。日本をもっと良い国にするために、国民の皆様と共に、また自由民主党の力を結集して共に考えて行動してまいります。まあ、自節柄くれぐれも皆様お体をお大事にお過ごしくださいませ。皆様のご健勝をお祈り申し上げております。今日はこのような機会を賜り、誠にありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。